速稼塾の久保です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。台風がね過ぎ去ったというか影響がないみたいなんで、改めてですね消費税についてのお話をちょっとしていこうかと思います。10月もう間もなくですよね。1ヶ月ちょっとしたら皆さんは 10% の消費税を被ることになります。まあ、あえて被ると言わせていただきますよね。皆さんの中で所得が例えばね年収300万の方どのぐらいいらっしゃいますかね。年収300万の方、400万でもいいです。まあ、200万でもいいんですけども、例えばね、年収300万としましょう。年収300万の人が年間で30万円貯金するのってどうですかね。結構大変だと思うんですよ。うん、で、年間で30万の貯金しようと思ったら、60万円、ね、余剰金を作んないといけないんですよね。300万で衣食住を賄っていろんな交通費とか自己投資もやって、で60万円余らさないといけないんですよ。なぜかっていうと60万円の半分は消費税で消えるからなんですよね。まあでも300万所得があって300万を全部使うって仮定したら300万の消費に対して300万の消費税だから30万って計算になりますけども、でもねやっぱりそういうふうに考えていくことが大事だと思うんですよ。なぜなら消費税っていうのはもともとなかったわけなんですよね。で消費税が全くない時に私たちの国っていうのは高度経済成長を成し遂げて所得倍増をもたらしたわけなんですよね。もちろんですね時代背景とか環境とかっていうのはまるで違うんで単純比較はできないんですけども、それでもですね消費税を増やして何とかするよりも消費税なしにどうやったら我々がね、いろんな問題に立ち向かっていけるかっていうふうに頭を使うことだと思うんですよね。消費税を上げれば要するに国の所得っていうのは上がりますよ。でもこれ頭を使わない方法です。消費税 10% から今度は 19% っていうね案が2025年に出てるわけなんですよ。最高で 36% まで計画されているようです。わかりませんけどね、 36% のようですよ。これは裏付けのない情報なんで占いと言わせてもらいますけど、でも 36% の消費税って何なんですかね。今でもね厚生年金とか社会保険料とかむちゃくちゃ払ってませんか。で年金もあるでしょ。なんかね結構ね私はまあ事業者なんですけども、単純に見て自分で稼いだ分の7割くらいは払ってる感じなんですよ。皆さんもちょっと想像していただくと、300万の所得とは言わないですけども、月間で20万円、まあ30万円にしましょうか。月間で30万円のお給料をもらってる方がいるとしたら、その30日働いて30万円もらう、その 10%、3日間ですか。これは縁もゆかりもない働きになってしまうんですよね。もちろん税金の全てが無駄とは言わないですよ。ただやっぱり私たちは考えないといけないのは、消費税がなくても相当な税金をね被っているってことなんですよ。かなり払ってますよね。でこの消費税がねやっぱり払わなくちゃしょうがないとか、社会保障費とかが賄えないっていうのは、ちょっとトリックがあるんですよね。単純にそうではないんですよ。私たちは単純に、人から言われたデータを鵜呑みにするんではなくて、本当にそうかなって考えた時に消費税なしにやる方法がいくつか見つかると思うんですよね。で私はですね事業をやっていく中で実は消費税っていうのを利用して利益を上げていたところがあります。これもうね何回かお話してるんでもう皆さんもご存知だと思いますけども、売上が1000万以下の事業者っていうのは消費税の支払いの義務がないんですよね。免税事業者になるわけですよ。まあ、ですんで1000万円以下の会社をいくつか作っていくっていう、単純に言えばそういうことなんですよ。もちろんね会社をたくさん作れば一つ一つの会社に対して維持費がかかりますんで、それはねバランスを取らないといけないと思いますけども、基本的に消費税っていうのが一番税負担が高いんですよね。だって国の税収のうちすでにですね3分の1が消費税なんですよ。で私が小学校とか中学校の頃って消費税の諸の字もなかったわけですよ。聞いたことがなかったですよ。100円玉っていうのは100円で使えたんですよね。でもいつの頃からか、私がね高校の時からかな、100円のものが100円で買えなくなったんですよ。消費税のせいですよね。まあ、そういった風にして我々の所得が消費税ってものによって目減りしてる、要するにかすめ取られてるんですよ。かぶらされてるんですよ。で私がね、麻雀店をやった時、それからゲームセンターに対しても思いますけども、皆さんゲームセンター行ったら100円でゲームしますよね。100円でゲームする時って消費税上がってもじゃあ105円ですとか110円ですって会計にならないのはそれ難しいですよね。ゲームセンターってかなりの消費税をかぶってるんですよ。おかげさんで皆さんの街のゲームセンターってどん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 潰れていってないですかね。はばかりながら私の街に UFO キャッチャー付きのゲームセンターって本当に店舗数少ないんですよ。2店舗とかね3店舗ぐらいしかないんですよ。この広い街50万人住んでる都市んですよ。だからゲームセンターが少ないからどうかっていうのはねまた極端な気がしますけども、私の幼い頃って1キロ四方にゲームセンターゲームコーナーが10カ所ぐらいあったんですよね。
うん、まあ、そう考えるとゲーム一つとっても随分消費税に苦しめられてるなっていう気がしますし、それから私がね先ほど麻雀店の話を出したのは、麻雀屋のお客様からいただくゲーム代って例えばね1時間に400円みたいな感じなんですよ。消費税が上がったからといってじゃあ420円ですってできないですよね。相当私苦労しましたよ。麻雀店に入るための入場料をもらおうかなとか思ったぐらいです。きついですよね。だからそういう意味で私たちは単純に消費税が上がったからといって価格転嫁できない業種があるってことをねやっぱよくよく認識しないといけないと思いますし、それから軽減税率ってものがありますよね。軽減税率はなぜか新聞が入ってるんですけども、まあ、普段暮らすのに必要とされる食品を中心としたものに対しては 8% 据え置きますよって形なんですけども、でも実際にこの軽減税率が適用されている食品とか商品サービスに対して、ね、例えば運送費とか原材料費とかトレーとかパックとかその他の梱包材とかね、その他のものって結局は 10% かけられてるんで 8% で据え置かれてるものってのは本当にね微々たるものなんですよ。でもうね実質的には軽減税率ってないのと同じなんですよ。まあ新聞をちょっと例にとってみましょうか。新聞っていうのは軽減税率 8% で据え置かれてますけども、でも実際には値上がりするんですよ。なぜならですね、その新聞を配達する人の給料がどうですか、上がってますかってこと、新聞を運搬するための物流費、これには 10% の税金がかかってるんですよね。物流費は軽減税率かかんないですからね。新聞に関わるあらゆる業種に対して 8% っていうのは分かりますよ。食品に対してそれに関わるあらゆる業種がっていうのは分かりますけども、じゃあ最終的な売価は 8% でつくにしても、例えば焼き鳥とかねお弁当にしても 8% つくにしても、お弁当を納品する業者さんはどうですかね。軽減税率どこまで適用されるかってことなんですよ。単なる食品のロットの仕入れとかになってくるとこれは 10% じゃないかなっていうところなんですよね。でひどいもんなんですよ。こういうふうに 8% っていうものはほとんどのものに適用されないわけなんですよ。そして今度はね軽減税率 8% があるからこっちの 10% の方を今度ね 13% に上げますよと、 13% に上げて、で 10% に据え置くものも新たに作りますよみたいなね、こんな複雑なことが起こるわけなんですよ。まあ実行されるかどうか分かりませんけども、そういうことによって税金が今消費税だけでも2段階あるんですけども、3段階とか4段階とかもうはっきり言ってここまで来ると消費税も事業者さんもうめんどくさくて考えるのやめます。でもういいよと、一律 10% にするよとかね、一律10何パーにするよみたいなね投げやりが出てきたりとかするわけなんですよね。まあこういうふうなことは本当にそうなるかどうか分かりませんけども、ただ煩雑な事務作業っていうのが私たちの生活を苦しめるのは事実なんですよ。会計の方とかね、総務をされてる方ものすごく手間が増えますよ。で間違いのためのクレーム処理っていうのも増えると思います。でもやってられなくなりますよね。残業も当然増えます。残業に対しては残業代っていうのは反映されません。でこの消費税値上がりするだけして、消費税によって儲かるところもあるんですよ。それは消費税の還付を受ける輸出業者とかですよね。でそういうものをやっぱり考慮して考えて消費税を値上げするって言ってるんですよ。消費税を値上げするのに賛成してるなんですかね、国民っていうのが 54% っていうデータもあるんですけども、誰やねんって感じですよね。誰がそんな余計なことするんやみたいなね。まあ賛成する人は儲かるから賛成するんですよね。単純に消費税が上がるのに儲かる人が現実いるんですよ。でそれを先ほどお話したようにね軽減税率ってものなんですけども、例えばね、まあある会社が1000万円以下の事業でやってますよね。でも仕入れに対しては、仕入れというか販売に対しては消費税を受け取ってるわけですよ。10万円のものを売るのに11万円のを受け取るわけなんですよ。で、その会社っていうのは売上を占めるときに1000万円以下だったら預かったはずの消費税っていうのを払わなくて済むんですよね。で、これが益税っていうんですよ。消費税があることによって利益が内部留保される益税っていう仕組みですよね。で、こういうのをうまく使ってる人、中小企業零細業者の方と、あとは海外に、消費税付きで物を販売している海外にお客さんを持っている大規模事業者ですよね、上場企業とか大手企業、一部の大手企業になりますけども、こういうところは税金が上がれば上がるほど儲かるんですよ。すごく還付されます。まあ大手ね、自動車メーカーとかね、かなりなんか3000億円ですか、なんかそんな数字が出てましたね。3000億円利益が乗っかるんですよ。すごいですね。消費税が戻ってくるわけですから、実質消費税ゼロ、消費税上がれば上がるほど儲かるんで消費税を値上げに賛成しますよね。ただその消費税値上げによって得る利益なんですけども、下請けに対しては消費税をきちんと払えているのかどうかってことはちょっとね闇から闇ですよね。
下請けの方には価格競争させるときに消費税を込みで、仕入れ代金を付けさせるっていうことも起きるんじゃないかなと思います。ある業者が同じ商品を、まあ、10億円プラス消費税で請求してくる、こっちは10億円税込みで請求してくる、どっちと取引するかなってことなんですよね。だからこの大手下請けを価格操作できるところっていうのは、価格の押し付けできるところっていうのは二重に儲かるんですよね。消費税の還付を受ける、仕入れの時に消費税は下請けに押し付ける以上なんですよ。こういったことで私たちは既得権益にかなり苦しめられてるんではないかなと。その最たるものが消費税ですんで、消費税ね、税金は必要だと思いますよ。ただ消費税はなくてもやれたはずなんで、知恵を使って消費税なしでこの難局を乗り切るためのね、そういうふうな経済政策を取るべきかなと私は思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。このまんま消費税をどん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 値上げして、消費税をどん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 取ることによって財政三権みたいなね、こんな単純な話にはなんないんではないかなと思いますよね。消費税今度 10% だったらむちゃくちゃ倒産企業出ますよ。皆様の尻にも火がつくと思います。それから今までのように安価な製品というのがもっともっと出にくくなりますんで、不正な調合したよくわけのわかんない食品でもないようなものが食品に混ぜられる可能性がますます高まります。どこでも買い取ってもらえないようなそんな食品をですね、無理やりあなたの食卓に上る食材に紛れ込ませるような、そして産地偽造とかね、もうなんですかね、成分偽造とかますます起きてくると思います。もう偽造に偽造を重ねて言い出せなくなってくるみたいなね、どうもそんなことも起きるんじゃないかなと思いますよね。やっぱりね、いいものはそれなりに値段が高いんで、悪かろう安かろうになっていくのは仕方がないかなと思うんですよ。で所得が落ちて消費税が上がったり、ね、支払う税金が増えてしまえば、その安いというもの、悪いと思っても安いものを買うしかなくなってくるんですよね。なんかね、怖い話だなと思いますよ。人類殲滅作戦ではないかなと思いますよねそういうふうな、いわゆる一般国民で低所得者の人からどん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 これジェノサイドしていくっていうかね、ある意味これひどい話すれば、低所得者の人はこれから50年かけて殲滅していって、高所得者の人だけが生き残るみたいな、そんな思想を誰かがね仕組んでるんじゃないかなと思うぐらいですよね。恐ろしいですね。これぞ劣悪遺伝子排除法の、まあ、一端なのかなとか思ってしまいますけども、皆さんいかがお考えでしょうか。私はこういう妄想を毎日しながら生きております。それでは夕食の時間でございますので、ちょっと出かけていきます。失礼します。